12月1日0時ぴったりになったら世界の誰とでもノラやってみようと思います。真夜中なのでめっちゃ小声でございます。なりました。誰と当たるのでしょうか。ちなみにめちゃめちゃね、久しぶりです。真夜中なのであまりね喋れませんので、皆さん金属に囲まれてるんですけど、私ガチ部屋ですか。いきなり、いや本当にね2ヶ月以上ぶりですよ 3DS 開くの。だって私ドラクエ10オフラインやってから 3DS 一回もやってないですからね。ジゲムさんまだですか。ちょっと変な声ですけどすいませんね。めっちゃ小声でマイクに近づけてやってるんですよ。早くない結構これ。ちょっと待って、早いよ。しかも 3DS さ画質悪くないですか。めちゃめちゃ悪い画質がスイッチばっかりやってたから。いやでも昔のゲームとしてはすごいのかこれの。ちょっと下画面が見えない、見る余裕がない。アイテムはちゃんと止まる。赤コーラ持ってる人がいる。いややばい、全然見えない。これ前に出た方がいいのかな。みんな早い人かな。あ、これノーアイテムでやってる感じか。確かにここにねショートカットがあったはず。1位になったんだけど赤コーラが来ると。悲しい。これ2周目で後ろ、ほら赤コーラで私をいじめるからトゲの餌食になっちゃったよ。あ、5位で取りたい。あ、4位で取っちゃった。ここ木野さん欲しかった。あ、でもラッキー。あ、ラッキーセブンじゃん。いきなり運がいいよ。これ出しとく一応。ここでさ使っていった方がいいよな、絶対取られないようにしないといけない。こうやって焼こう。よしよしよし。いや2位まで上がったよ。いや、ちょっと待って、後ろが、イカちゃん防いで、私を。で、前の人、ちょっと、イカちゃんで防げ、イカちゃんで防げ。無理か。これさ、もしかしたらさ、連打してからこの緑コーラ装備すればよかったんじゃない？ね、絶対そうだよな。いや、すごいミスだな、今の。イカちゃんで防ぐより、イカ使ってこの緑コーラ装備が正解でしたね。めちゃめちゃ失礼した。久しぶりで状況判断ができなかった。あ、これ自然とレート上がるやつか。ちょっとねささやきになります。どうなってるか分かんない。原因をめっちゃ上げた。もしかしたらねこの声聞こえてないかもしれない。いや私も怖いよ、後から実況見直すの。めっちゃ小声で喋ってる。小声っていうかねささやき、ささやきおかみになってる。昔ささやきおかみって流行ったでしょ。あ、キノピオさんが後ろにいる。ちょっと全く見えてない。アイテムも取れない。まあ、今回はね記念みたいな感じで走ってるから別に。お、11周年祝ってる人いる。あとトモキさんもいるよ。みんなちょ、危ない危ない危ないよ、危ない危ない危ない。ちょっと外から行くか、ホイヤ取っていくか。意外とドリフトできるもんだ。でも久しぶりにやるとめちゃめちゃ楽しいね。あ、ホールカートの人がいる。また止まってる人いるのかな、これ。あ、止まってる人いる。はい。ニューカシティとかもあったよな。で、今度、あ、なになになに。あ、また赤コーラ。赤消し。赤消してない。止まってる人いる。止まってるっていうか。うわー、当たっちゃった。赤コーラいっぱい出てる。だから私夜はね編集とかしてるんですよ。あの昼とかに、昼っていうか夕方とかに実況撮ったりとかして、夜はね編集とかもう寝たりとかしてるんです。はい。で今クラウドさん多分生放送してると思うんだけど、どうなってるんだろう。後でちょっと見てみよう。一緒になってるのかな、部屋。一緒になってないよね今のところ多分。どうなんだろう。あ、トゲの奥だな、下がね。なんか、え、トゲコン見えなかった。昨日さん出たんだけど、スリップストリーム使えない。スリップストリーム、あ、遅いな、トゲ来るの。前のキノピオさんが赤コーラ持ってる。私は友達と思ってる。あなたと友達、
多分。だから仲良くしよう、仲良くしよう、後ろ投げないで、一応警戒するか。大丈夫か。いや大丈夫だった、よかった楽しいね。でも久しぶりにやるとハンドルで走ってる人もいる。あと数ヶ月ぶりでもね、なんとかなるよ。久しぶりにマリオカートやった結果、メリオは健在です。鉄の鉛、大人気でしたよ。この声入ってる、聞こえてる、私の声かっこよく1と大体ね、4、5レースとったらもう今日は終わろう。ほら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 結構楽とかもないよ、夜だから。こっちはあーやべえ変なことするんじゃなかった、落ちちゃった、あーかっこほら投げちゃった。装備する前、お前の人がスターだったのか。あ、これは停車かキス、あ、停止スターキス、どうなんだろう、あ、止まってる、結構離れてる。あれ後ろキノピオさん、これでやってると、あ、ちょっとアイテム交換しないといけなかった。ポムちゃんがあった。小声でやってるとね、喉がカラカラになるね。めちゃめちゃ本当にね、喉がカラカラ、逆にカラカラになっちゃう。あ、立ってみる。こうやってね、息を吹きかける感じだとね、声がカラカラになる。このぐらいがちょうどいいのかもしれないね。ちょっと原因を下げた方がいいかもしれないな。うん、こんな感じかな。あとね、こたつつけてるからたまにね、パチパチするっていうのがね、あるんです。ちょっとだけコーヒー飲んだからカットしてくださいね、チョメさん。あとで編集する、私。次、ラストレースにします。これ4レース目だからね。だいたい私の実況って5レース走ったら終わりっていうのが多いから。左にブロック浮いてある。あ、それとね、最近寒くなってきましたよね。皆さん大丈夫です？冬とか。マリオカート9っていつ出るんだろう。あ、スター使ってる人いる。ああ、私これ自分で当たりに行っちゃった。ねえ、ちょっと今のはね、自分で当たっちゃったな。あ、後ろ、ボム怖い。どうする？仲良く行こう。ティモさん、仲良く行こう。止まってくれた。あ、投げてくる。投げてくる。コイン取るか。私も、なんて言うんだろう。3台引きたいな。狙ってんのかな、後ろの人。いや、これ緑コーラ。ああ。今のパチパチも、こたつのせいです。仲良く行こう。ちょっとぶつかるか、君たち。君。ティモさん、仲良くする。ほら。ちょっと体当たりしてみるか。どうなんだろう。ね、めちゃめちゃ。なんで私の方が早いの、これ。仲良く、いなっちゃった。なんか、微妙に私の方が速くなかった、今。コインの差かな。ね、ミリオ乱れの方が普通早いと思う。あ、私サンダーチャンス来たよ。サンダーチャンス、みんな。ちょっと、頼むよ、サンダー。ここ、わー、溶けちゃうんだ。これはどうなんだろう。あ、キノコ予想めちゃめちゃ早い。これ譲りは起きない。あ、ちょっとフォーム怖い。ちょっと私6位で取りたい。あ、さっき止まってたあれが、あれかな。抜けた感じか、ほら。頼む。来い来い。来ないか。パワフル、どうなんだろう。ここでもパワフル。アイテム交換前の人できるのかな、ちゃんと。できてる。できる管理会長。いや、頼むよ。サンダーで、ワンチャン。大逆転行きたい。あ、スターか。スターでもいっか。あ、もう、ちょっと差がついてるから、早めにスター使う。ここでサンダー引いたらめっちゃ強いよ、私。頼むよ、みんな。あ、バナナ動いた。いやー、スターか。いや、絶対もう勝ち確だったじゃん、ここで。サンダー引いたら。もう即3行くよ、みんな。連打ですよ、連打。即3、即3。即3、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 トゲ、即トゲだった。
ダメだった、一番ダメなアイテム出ちゃった。ゴールした後に当たった感じか。あー、今の運よく勝ててたな。サンダーが出た場合、よし、あと残り1レース走って終わりますね。最後は5人になっております。マリオカート7もこんな感じに人が減る感じなんでしょうか。最後は TK スノーワンで、あ、キノピオさん、ジェットウッドに乗ってる珍しいカスタマイズ。ジェットウッドなんか昔乗ってる人いたな、私の知り合いで。なんかその頃のこと思い出しちゃったよ。ほらほらほらごめん。あ、ここじゃなかった、間違えた。いや、今ね、あの雪山の上に行ったつもりだった、マジで。ちょっと間違えた、ここだった。あの、私ね、ここやろうと、ここをこうやってやろうと 思ったんですよ、マジで。間違えちゃったな、普通に。ちょっと早かった、下画面全然見てなかったんですよ。てか見れる余裕がない。あ、これもう、はい、ソフトゲ使って、あのスターを早く使わせる。あのショートカットのタイミングで使われるとね、厄介だから。もうちょっと遅くトゲ使ったらさ、ほら、あ、いいところで使いやがったな。あのショートカットしながら次の山もなんかスターで越えていかれるのがさ、一番厄介だから、早めに使ったつもりなんだけど全然ダメだったな。ここでショートカットするか、いっか。うわあ、緑子が来た。あー、ファイヤーフラワーちゃん。もう1位独走じゃねえか、キノさんと。インチキアイテム使いやがって。いや、まあ、それも、あ、雪玉溶かして、うえー、ボブちゃんだった。びっくりしちゃった。あ、ラッキーセブン、ラッキー。いいね、このラッキー。私もっとこう、これ1位追いつけない。これは、あれだな。2狙いか。いやー、もうちょっといい感じだったんだけど、ここショートカットでやるか。ラッキーセブンをまず開いて、ここスターで作って、あー、アイテム取れんかった、くそー。ここ連打でいくか、ね、ほら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 、よしよしよし、ショートカットや、ショートカット、ショートカット、いやー、こっちショートカットして、ショートカットして当てていく。 OK、 いった、2位だね、2位ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃんに当たっちゃった。ゆきちゃん、ゆきちゃんに当たる、これゆきちゃんも邪魔。あの、私、あれ、なだれちゃんにやられちゃった。まあ、最後の最後、すごいあれだったけど、あ、焼き殺される、焼ききのこになっちゃう。ご視聴ありがとうございました。一緒に走ってくれた人、ありがとうございました。0時18分を迎えました。あまりやると近所迷惑になっちゃうから。では、失礼します。